イツ歌曲解説担当の共同教育学部音楽教育講座の山崎のり子です。よろしくお願いいたします。ドイツ歌曲の魅力とは、詩と音楽の融合にあると考えています。まず詩があって、その詩を手に取った作曲家がその詩からインスピレーションを受けて、おこの詩にはちょっと感銘が受けた、なので音をつけてみよう、それが作曲の、工程になっています。詩があって音楽ができる、その工程を私の授業でも取っています。まず詩の分析をして、そして楽曲分析、楽譜の、楽譜がどのように書かれているかっていうところを見ていきます。最初に曲を聴いてしまうのではなくて、こちらの工程を踏んだ上で楽曲を鑑賞していきます。今日の模擬授業ではこの詩の分析と楽曲の分析についてお話ししたいと思います。楽曲の提示というところで詩人、作曲家、作品の概要をお話ししますが、本日はそれを話したという前提でお話を進めていきたいと思います。しかしながら話していくと必要かなと思われる部分もあると思うので、その辺は要所要所を含めていきたいと思います。今日取り上げる曲はシューベルト作曲の糸を紡ぐグレート編です。詩はゲーテによるもので、戯曲ファウストの中の作中詩です。作中詩とはセリフがあった中に詩の形式で書かれた部分のことを言います。現代風に言うとミュージカルでセリフが続いた後に歌が入ってくる、そのようなイメージでいいと思います。ファウストの中でグレート編はマルガレーテという役で出てきます。グレート編というのはマルガレーテの愛称です。グレート編は無垢な素直な少女で、学はないのですが敬虔なキリスト教徒でした。そして病気のお母さんを看病しながらお兄さんと3人で仲睦まじく暮らしている女の子で、そして生計を立てるために糸車を回して糸を紡いで暮らしていました。そんなところに突然ファウストという男性が現れて、2人とも一目惚れで恋に落ちてしまいます。しかしながら、その恋はハッピーな恋ではなくて深く結ばれ、さらにその恋によって身を滅ぼすという流れを組んでいます。お母さんやお兄さんも失ってしまいます。ではこの、恋に落ちてしまったグレートヒェンという少女、どのような詩を読んでいるか、ここから読んでいきたいと思います。私はドイツ語の詩を読みたいと思います。皆さんは日本語の方を見ていてくださって大丈夫です。詩の横に、読みどころであるとか、そのグレートヒェンの感情を助けるような、ことが書いてありますので、それも一緒に見ていただけるといいなと思います。では読みます。 Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergällt. Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt.Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Nach ihm nur schau ich zum Fenster hinaus, nach ihm nur geh ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seiner Augen Gewalt.Und seiner Rede Zauberfluss, sein Händedruck und ach, sein Kuss. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin, ach dürft ich fassen und halten ihn.Und küssen ihn, so wie ich wollt, an seinen Küssen vergehen sollt. このような歌詞です。まず内省的な思いから始まって、欲望へと変化する心、お気づきいただけましたでしょうか。思い出してください。グレートヒェンはどんな子だったでしょうか。純真無垢で、敬虔なキリスト教徒で、そして病気のお母さんを優しく看病する女の子でした。その女の子が彼の口づけで死んでもいいっていうふうに言ってしまう。
そこまでさせたファウスト、そんなファウストと恋に落ちたグレートヒェン、さあどんな風に音楽で示されているでしょう。シューベルトはこの詩をどのように読み取ったでしょうか。シューベルトの天才の一端をお見せいたしましょう。本当は全部お示ししたいところなんですが、時間の都合でかいつまんだところですが、シューベルトの天才が十分示される内容だと思います。では見ていきましょう。まず出だしのところなのですが、ピアノのパートの基本形というところを見ていきたいと思います。赤い四角で囲まれているところ、このページ全体がその基本形と言ってもいいのですが、右手のこの小さい音符は糸車がコロ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 回っている様子を示しています。そして左手は糸車のペダルを踏む音、グレートヒェンが踏んでいるリズムであったり、グレートヒェンの胸の鼓動であったりというふうに解釈されています。この糸車の回転の速さ、それが彼女の心と極めてリンクしていますので、演奏中、演奏を聴くときに注目してください。ではまずこの基本形というのを音で聞いてみましょう。リズムを刻んでいるの聞き取れたでしょうか。あと止めどなく流れるこの右手の流れるようなメロディ聞き取れたでしょうか。これがこの曲を終始、駆けずり回っている、基本形となっていますので、注目していてください。では次のところに移ります。急に飛んで第6節になります。すいません、第6節はどんなことを言っていたかと言いますと、グレートヒェンが彼の素晴らしさについて語っているところだったと思います。それは彼の、気高い歩み、そして彼の素晴らしい姿、そして彼の唇の微笑みであったり、目の力、そして流れる魔術のような口調といったところだったと思います。そしてこれ最初、彼の全体像から入ってきます。姿や歩み、そしてこの赤い括弧のところからは顔にフォーカスが集まります。彼の唇、目、そして喋り口調みたいなところだったと思いますが、このところが非常に、特徴的です。まずさ、でもこっち 先に説明しますと、これまではトットットットとリズムを刻んでいて糸車も回っていたのですが、ここの彼を思い出して感動しているところからはそのリズムが消えてしまいます。長い音符で示されているのが見えますでしょうか。このようにして一瞬彼女の心がほっとね、うっとりしてしまったような感じで、足も止まってしまった。一発押しただけでグーン、一発押しただけでグーンって回ってるような、そんな仕事が見て取れます。あとこの顔にフォーカスが集まってきた赤い部分ですけども、ここピアノのパート、下のパートを見るとレソミラファシといったようにだん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 上降していきます。歌のパートも見ていきますと音域が上がっていっているのが、楽譜上でわかります。それはやっぱりグレートヒェンの気持ちがだんだん高ぶっていっていることがわかります。そしてここにクレッシェンドポコアポコ、だんだんに音を大きくしながらっていうふうに書いてあるので、やはり声も気持ちも大きくなっているのがわかります。じゃあその部分を聞いてみましょう。ここからです。こんな感じのところでした。お分かりいただけましたでしょうか。このね、トットトットとリズムが消えて音がだんだんに高揚していく、これがグレートヒェンの気持ちとすごくリンクしているんですね。シューベルトはこういうところを表現したかったんだなっていうのが、すごく聞いてよくわかります。じゃあ次のところを見ていきましょう。
第7節です。第6節のすぐ後に来るところですが、彼の手の感触、今度は顔にフォーカスしたのではなくて、すでに接触したところを表しています。手がこう握られて、そして口づけされたというところ、そこを思い出しているグレートヒェンの表現になりますけれども、どんな風にシューベルトが書いてあるかというと、ここまずはこの手の感触っていうか、まだ仕事してるんですけれども、ああ彼の口づけというところでは、もう完全に右手のパートのこの回転が止まったことが示されています。彼の口づけを思い出したことで、グレートヒェンが仕事が全くできなくなったということを示しているわけです。ではこのところの音楽を聴いていきたいと思いますけれども、あ、その後のこのここの部分についても話しておきましょう。この仕事ができなかったグレートヒェンですが、徐々に仕事に戻っていきます。しかしすぐにトットトットというリズムが刻めるのではなくて、一発一発一発というぐらいにしかペダルが踏めていません。ですので糸車も途切れ途切れに回っているのが見て取れます。ではこのところの音楽を聴きましょう。やっとグレートヒェンは気持ちを取り戻して仕事に戻れるのですが、もうさっきとは全く気持ちが違います。じゃあその次を見ていきたいと思います。第9節に飛びますが、第9節は何を言っていたかというと、もう彼を求めて突き進むところだったと思いますが、もうできるなら彼からもらうだけじゃなくて、私から言って抱きしめて掴みたいという歌詞があったと思います。その部分になります。ここは非常に特徴的で、ピアノパートも歌唱のパートもだんだんに音が上がっていきます。例えば歌から見ていきましょう。ラシドルデミミファ、非常に高い音域でだんだん上がっていきます。そしてピアノパートのバスも見ていきましょう。シミドファレソというように、歌と同じで段階を踏んで上に上がっていきます。ではその部分を音楽で聞いてみたいと思いますが、もう一つ言い忘れました。ここの楽語を見てください。ここはクレッシェンドポーコアポーコエアッチャレランドというふうに書いてありますけれども、だんだんにクレッシェンドをしていきながらテンポを早めてというふうに書いてあります。シューベルトが求めたのは、この前に突き進む思いというのをテンポにも表したかったというところです。なのでだんだんこのペダルの踏む速さも速くなって、糸車も速く回ってということが表現されていると思います。では聞いてみましょう。音がだんだん高くなっていったのが分かったでしょうか。でだんだんテンポも速くなっていったのが、分かったでしょうか。こんな風にしてシューベルトは演奏者にこう演技を求めてるんですね。テンポを速くしてって、そして音域を高くして叫ぶような声を出させるっていうような風に書いているんですね。では次見ていきましょう。直後の第10節なのですが、口づけで息絶えてしまえたならというところです。そこの息絶えたいというのはその単語なんですけれども、ここでは楽曲中の一番高い音が置かれています。しかも2回もそれ出てくるのですが、死にたいという気持ちをものすごい高い音で絞り出させるように歌わせる、そのような効果があって、グレートヒェンのもう本当内臓をこのなんて言ったらいいんですかね、この締め付けられるような、そんな思いがこの音に込められているように感じます。ではその部分を聞いていきたいと思います。
だったでしょうか。グレートヒェンのもう何とも言えない直接的な訴え、ただ会いたいだけではなくて彼に触れて抱きしめて口づけたいという切実な思いがこの音に非常に込められている。もう会えないのならいっそ殺してくれと言ってるようにも聞こえます。そのような悲痛な叫びをシューベルトはこのようにして音で表しました。こんな風にして詩を読んで楽曲を見ていくことをやっています。そして最後には感想文を書いていただいています。これは Google フォームでやっているのですが、こんなことを聞いています。詩や音楽に表現されているような思い、この部分でこんなことを感じるというところを挙げて、ご自身の感想や良ければご自身の経験も織り交ぜて書いてくださいというようなことを書いて、お願いしています。そうすると、この作られるスプレッドシートでこのように感想を読むことができるのですが、みんな結構素晴らしい感想を書いてくれていて、その私もね、中学の時に好きな人がいて、この廊下に出たらいないかなって思った気持ちがなんとなくわかるとか、またはこのゲーテやシューベルト男性だったにもかかわらずここまでよく女性の気持ちを反映したものを書けるなっていうことを書いてくれた人もいたりしました。このような感想を読んでいてわかることっていうのは、やはり現代に生きていない人たちですよね。詩人も作曲家も、そういう、あとこの登場人物ももちろん会ったことない人なんですけども、そういう人たちに思いを馳せて曲を聴いたり、その自分の経験をその登場人物や作曲家の気持ちに投影させて聴くことができるっていう風にだんだんなってくるのが感想文を通すと分かっています。そういった授業を私は展開しています。これが、簡単ではありますがドイツ歌曲解説の、授業の、模擬授業でした。どうもありがとうございました。